それがガイの最後の技。どうなった？死ぬところだったぞ。灰になる前に殺してやる。となく前とは違う。おびとのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってば。今なら全部を変えられそうだ。天結のチャクラが消えない。どういうことだ？一体何をした？呪文の最後を止めたとでも言うのか？触れているのになぜ？まだ回復が完全ではないからか。いや、こいつの力が急に伸びている。先方、京都螺旋集権。誰だ？信じ、準備をすべて取り込め。ナルトがやったのか？あそこにはガイ先生も。消えた。駅前先生なら大丈夫だ。死んだりなんかしねえよ。気が済んだ、今の俺ってば。まだだの。この棒に触れても平気と。ベルカ、2代目、4代目のマーキングとリンクさす力で飛ばせるのは一人だけだ。十分だ。ゼノ吹きゆく先を見てみたかったけど、存分に味わえた。血は足でまといにしかならないよね。おい、何諦めようとしてんだよお前ら。うちは、うちは、ゲジメルとガーラはガイ先生を守ってくれ。ナルト君、ガイ先生を。お前がおかげになったら一緒に杯を交わそう。おい、あなたは敵、仲間をいっぱい傷つけ、こんなこと言いたくはないけど、この一回だけは味方として特別。頼みたいことがある。味方でなくていい、敵としてだ。真珠そのものとつにする時が来た。おじいちゃん仙人に会って力をもらったからかな。からでもはっきり感じる。俺はいわば完全なる不死、永久を手にしたのだ。俺らで倒すんだってばよ。陸道戦術を開花し、片や輪廻岩を開眼したか。これが最後の戦い。俺の力とお前らの力、血が上か決着をつけてくれよ。先方、イントンライハ。この左目、よそ見すんなってばよ。リム、なんだあれは。そこか。こいつら、やはり俺の輪廻を。輪廻岩となって見えるようになった。貴様は見やしないが、どうやらこちら側からの浮きは効果がないようだ。輪廻に存在する俺を急に得たというのだ。うちはサスケ、直友への車輪眼を開眼していた。なら、そしてしっくりくるだろう。それが、お前の左目の能力か。なら、試してみろよ。攻撃は効くか。あの右腕の傷、最初にナルトの攻撃をガードした時にできたもの。定時間で自分に戻るようだな、ナルト。
また奴の影が出現したら、そっちはお前がやれ。いいか、今がチャンスだ。奴と奴の影は、おそらく少しの間重なったままだ。なら俺様のチャクラを使い、封印術を仕込め。サンキュー。仕込むな。そしてそれに対する対処法を想定した。そして俺と同じ直友へ、オビトより早くこいつを。先方、ジトンラセンガン。俺にも陸道の力が。地取り。したのか。ここまで離れると輪廻眼の能力は使えないようだな。マダラの先にはカカシ先生がいる。うわ、早く輪廻眼を潰せ。クロゼツをもう止められそうにない。さすがに早いな、サスケ。神、安心だけを。来い。さくら。カカシ先生。サスケ君、カカシ先生、その左目。一瞬だったよ。マダラに車輪眼を奪われてしまったようだ。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。私は急にこっちへ。マダラ。クロゼツにこの輪廻眼ごと体を奪われてしまう。そのまま輪廻眼がマダラに渡ってしまう。俺も輪廻眼を両目に移植することはできなかった。強すぎるチャクラと動力で己を失いかけた。おそらく誰も太刀打ちできなくなる。二つ揃って初めてその力を発揮する。その左目を潰してくれ。心臓に仕込んでいた受印符、己を自分で傷つけることはできなく。カカシに貫かせ。俺自身が十尾の人中力になるには死ぬかもしれぬ賭けだったが、たま思い通りにはならないのさ。操り人形にする受印符だ。行動が抑制される仕組みだようだな、オビト。この受印符だ、何の因果か同じやり方で排除するとは面白い。この葉で暴れさせる計画は俺が仕込んだ。霧隠れではない。カカシが敵に向けた技を利用して。貴様、俺にわざとあれを。港が別の任務に出ていた時を、ね、殻を解放させ、その歩道を見るためでもお前を煽り、地下からタイミングよく外へ出られたのも。君の言ってた凛とバカカシってのがヤバいよ。何があった。忍びたちに囲まれてる。とにかく凛もカカシも数十人に囲まれてるみたい。それもみんな数体のばっかだって。死んだのはできすぎだったがな。忍びで殺すつもりだったんだ。操るには心の闇を利用しろと教えたよな、オビト。なぜ、なぜ俺だったんだ。は心の底から人に優しく愛情深かった。忍びへの深い愛情。一旦落ちてしまえばそれはこの世界へもう少し必要なものがある。その左目を。マダラが現れたらしく。そうか、オビトはそう言ったのか。奴の影はどうした。影分身と陸道の棒で。ナルト。おい。いいからいいから。どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。こんな時にまで食ってかかんな、ナルト。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行った。輪廻眼を揃えて出てくるんだぞ。してもらおう。俺さ、名前は渦巻きになると。好きなものはカップラーメン。将来の夢はほかげを越す。でもって里のやつら全員に。名は内葉サスケ。荒らす気はないが野望はある。ある男を必ず殺すことだ。私は春のさくら。ほかげを越してるよ、ナルト。英雄となった今も
火影を目指してる。そして桜、割れた相手を未だに思う。何があろうと、ついたサスケを切り捨てず。サスケ、お前の夢はイタチを殺すことだった。そしてイタチなき今、サスケ、お前の今の夢は何だ。火影になる、そういった本当の意味。かつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれないな。サスケ、お前が今何を思っているのか話したくないならそれでいい。前来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。足りめえじゃん。チームワークだ。チームワークというやつだろう。オービト！残念だが、オービトはもういない。この体をもらった友のように拝んでいたよ。虫のいい話だ。まるでわがままなクソガキだ。無理もない。眼力、綱手様、私やっと二人に追いつけたみたいです。もう引かない。私が陽動、続いて。あの娘と同じ再生体の術か。さくらちゃん、気にしないで。ナルト、ナルト、分かってる。増えやがったの、あの左目。リンネガン、もう余興はいい。芝生転生。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちは。奴なら必ずうまくやってくれる。しっかり気を取られるな。奴の影はこっちにいるんだぞ。来た。任せろってばよ。クラマ、スサノオ、美獣ども、螺旋手裏剣。次々来る。あの石碑の内容によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきしとき、月に映せし目が開く。夜を照らせ。これが無限月読みなのか。一体どうなってしまったのじゃ。これはどういうことだ。俺は決めたよ、兄さん。あとは奴らか。平気みてえだ。サスケ、みんなを現実から覚まさせるには。リンネガンの現実はリンネガンで処理できる。処理するだけだ。世界の救世主たる俺がな。まだ。あの額の目、気をつけろ。奴の影4体に四方を囲まれてるぞ。わかってんよ。ナルト、皆の幸せの邪魔をしているのだ。全ての忍びが戦いをやめた世界は、お前たち木の葉の者は認めたくないだろうが、結局柱間は失敗したのだ。年葉もいかぬ子供ですら忍びの世界を。二人で忍びの里を作る真の平和にはたどり着けない。俺の主張は退けられた。忍びの世界は柱間の理想のもとに進んでいって、軍事力は高まり、戦と呼ばれる規模に膨れ上がり、死傷者の数は膨大となった。戦いは弱い。柱間の作った忍び世界だ。委任会大戦は俺が仕掛けたものだな。これがお前の理想の世界か。まやかしを与えただけだろう。救世主として争いを取り除いたのだ。
マダラ、お前は救世主終わりでもない。なぜお前がオビトとは違い全てを利用する側だと言い切れるの？夢の中にいたのだ。大夢の中に。クロゼツ、何を言っている？俺の意志はカグヤだ。どうなってんだってばよ。あいつ今カグヤと言った。レハハ、カグヤのようだ。十尾の力を得てわしに近づき、からにさえ近づこうとしている。まさか。吸収してるのか。このままじゃやべえぞサスケ。動く前に止める。待てサク。でも考えなしなら無意味になる。皆を殺したりはし、この無限つくよ保存しておいて生産するために、シロゼツにするの。無限つくよ身にかかった者どもの慣れの果ての姿。白いのになっちゃうってことだ。何を言っている。無限つくよ身はによって忍び世界に石碑にそう書き記した、書いてあったが昔から存在している。羽衣の残した石する時間は十分にあった。チャクラを集め膨大な量に高める術のために動いていたのだとして使ったよう駒だったのだ。こんな柱が俺はどこで。かぐや。